ありがとうございます。あ、わかる。わかりました。ちょっとさ、ちっちゃめなんやな、こっちの。白川紅をこれかけなあかん。みんな知ってた、これ。出ました。ちょっと逆光か。おお、これが有名なんかな。めっちゃ並んでてんな。めっちゃ並んでた。焼きたて5秒後。焼きたて5秒後。熱ちょっと食べて。はい、いただきます。熱いで。熱い。うわ、それではいただきます。スルバリュー。やばい、めっちゃやばい、やばい、これはやばい、かっこ、これはやばい、おいしいな、これはやばい、かやき好きやもんな、これはやばい、やばい、うん、これは赤かるか、かっこくや、うまい、うんこぎっしり、おいしい。粒あんゴロゴロ入ってんな。香料の感動をどう伝えたいかっていうと、あの皮が薄いのんとパリパリで、薄いのにももちもちで、あんこの甘さがちょうどいいで、粒が、あんこの粒が大きい。これはね、粉もあの小豆もめっちゃこだわってると思う。あの、わかる？ちょっとなんか臭さがない、あの粉の臭さがない、わかる？あ、粉臭さ苦手やねん、言ったらホットケーキでも何でもそうやねんけど、まあホットケーキとかあんま食べへんけどねで、その粉臭さがないから多分きっとこだわってると思う、この小麦粉、調理機構知らんけど。調子いいな、ほんまに美味しい。あれってあんまり美味し、あんまり食べへんやん、こういうの。ウィンちゃんが好きやねん。吉村の3丁目って4丁目って書いてるけど、島田のたい焼きです。皆さんもこういうたい焼きとか和菓子がお好きな方はぜひ行ってみてはいかがですか。もう源ちゃんがもう大絶賛してます。てか昨日のそばも美味しかったけど、なんかもう島田はお料理が美味しい。なんでお料理間違えた、お料理が美味しい。このたい焼きはちょっと衝撃。うん、ごめんなさい、食べかけ、あんこ、あと上顎さ、怪我してるからさ、染みるわ。2個目？うん、2個目。すごいな。2個はいけるやろ。無理やろ、2個。たい焼き2個みんないけますか？いけるやろ。無理やろ。大食い選手権でさ、たい焼きとかの甘い系の大食い選手権だけ絶対負ける自信ある。うわ、綺麗。ねえ。はい、ということですね、今日はですね、あのちょっとあのさっき、何だっけあれ、たい焼きくん食べたんですけれども、今からちょっと海鮮を食べに行きたいなと思います。どこ行っても海鮮食べるやないかいということなんですけれども、はい、ということで、あの昨日のあの晩にね、あの静岡あやき会というか、もう仲間の皆さんと一緒にあのご飯食べたんですけど、しらすがえげつないぐらい美味しくて、なんか食べたことないプリプリ感があって、ちょっとしらす食べたいって言ったら源ちゃんが連れてきてくれました。ということで、今からちょっとしらす巡りに出たいなと思います。行ってきます、レッツゴー、レッツゴー。うん、なんかあそこの棒でさ、見えへんくて、横さなって見えた、横さないぞみたいな感じかなと思って。何の種これ、すごっ、いい感じや、商店街みたいになってんの。おお、すごいじゃん、お魚天国。しいたけはいらんわ、しいたけめっちゃでかいで、えー、でかっ、めっちゃよかったね、見てください、めっちゃでかい、自分とこでね、作っております。厚みがあるよね、これが一番のこと。いるいるいる、出てきてる、かわいい、すごいな、ほうじ茶正常してる、あ、正常してるの、食べたい。これ殻入ってるんで、あのそのままね、食べてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、つけて、そのまま食べてください。このまま食べるんや。皮。はい。いただきます。ちょ。おいしい。すみません。うん。おいしい。皮の方がやっぱ栄養あるんですか。
美味しい。美味しい。美味しい。皮のまま食べたの初めてかも。うん。すごい。何これ。カツオ？カツオです。カツオですね。カツオですよ。茹でてね、いぶしてあります。へー。なので、中まで火はね、通ってますけどね。これはサラダにしました。玉ねぎとわかめとシソドレッシングで。いや、でもめっちゃうまい。めっちゃおいしい。いただきます。美味しい。ありがとうございます。美味しいな。美味しい。美味しいな。これがカツオか。そう、焼津はね、カツオが水揚げ一番なので。うん。はい。それは知らないんだ。はい、これは一本釣りの、ね、戻りガツオなので、うん、あの普段お刺身になるような、ね、カツオなのでね、脂乗って帰ってきたカツオですね。今日の時期の鮭やって、鮭の完成です。あ、おいしい。ちょっとね、これカマのところちょっとしょっぱいかも、すみません。全然めっちゃ食べてる。めっちゃおいしい。サバ、サバおいしい。めっちゃ美味しい。サバの燻製。美味しい。サバ。サバの燻製いいな。買う？サバ。サバ買おうかな。これはね、サバ買おうか。うんうん。サバ買います。700円でサバ買いました。鮭の松前漬け。商標登録がね、取れてます。ありがとうございます。めっちゃ美味しい、やばい。そう、そんなに種類あるんで、今日全部1500円。縁側ちゃん、ちょっとこれがね、ナンバー2。持ち帰りもね、保冷剤つくんで1日大丈夫なんで、フカヒレ。エビも好き。お得な買い方がね。めっちゃうまい。ありえへん。フカヒレクラゲやってる。めっちゃ美味しい。うん、好きです。はい。うわうわ、めっちゃ美味しい。めっちゃいっぱいくれた。いただきます。あ、めっちゃうまい。めっちゃ美味しい。買う？買うか。どうしよう。縁側チャンネル買う？縁側チャンネルいいかも。普通のチャンジャも気になるけどな。ちょっと甘いかな。本場の味。韓国本場の味。静岡に来て。タコの方が美味しいんちゃう？しょ。辛いな、ちょっと。何でもいいで。どっちでもないと思う。縁側。縁側、食べました。美味しい。縁側ください。縁側ください。縁側ください。いいで、台を1500円にしてくれた。マジで？ありがとうございます。あ、わかる。わかりました。わかりました、はい。いや嬉しい。あ、そうなんやね。ささやかに通販もやってるから。大げさにやってない、ささやか。また遊びに来て。ありがとう。ありがとうございました。もうみんな上手やな。な、上手やな。ほんまや。生シラス食べたい。めっちゃ並んでます、ここの店。多分安いんでしょうね。めっちゃ並んでます。シラス食べたかったのにね。お、安いんやん。見てよ、見て見て。これもで2300円、安い。どうしようか。釜とほほください。はい、ありがとうございます。生姜と醤油で炊く、炊くというか、まあ炙るというか。あ、ほんまや、よかった。あ、ごめん、映ってる映ってる。別にいいけど今。あ、でもそんなに映ってしょ。映り映りたくないねんて。炎の焼きプリンをください。お一つ、はい、ここで焼いてくれる。
100円。研究所って書いてんね。ここやん。写真撮らない。普通のカーテン閉めていただけるとより綺麗に見えますので。はい。ます。おお、すごいすごいすごい。すげえ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 。ちょっと撮るよ。はい。ちょっと。よろしいですかね。ちょっと待ってください。はい、すいません。プリンです。あ、これぐらいがいった。待ちます。ありがとうございます。プリン渡しますので少々お待ちください。はい。あ、こうやってカーテンになってるんだな。ここが食べよう。ここの可愛いとこでよっこいしょ。炎のプリン、炎のプリン。あ、え、柔らかいんや。うん、なんかいっぱいいっぱい出てきた。カスタ、あのプリンだからな。うん、プリンだけじゃなかった。いただきます。プリンだからな。うん、おすごい甘い。美味しい。うん、美味しい。すごい甘い。美味しい。下のカラメル、カラメルまでいった。あ、うまい。あ、美味しい。うわ、めっちゃバニラ。カラメルと焼いてるのと一緒に食べたら美味しい。うん、めっちゃバニラビーンズ入ってる。うん、どうぞ。うん、もういい。美味しかったです。ごちそうさまでした。次行きたいと思います。どんよりコロコロどんよりと相手にハマってさたいてどっかが出て。美味しかったな。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。ここ何って言うん、なんていうところ。ここなんかあの漁港の近くのなんかちょっと分からへんとこに来ましたあ、なんか後で写真動画写すからさ、みんな調べて今からちょっと海鮮丼を求めてきてんけど、ちょっとまだ分からへんから、ちょっと向こうまで行ってからちょっと紹介しますわ。見て、男子、女子、あっちやな。うん、向こう気になるよな。あそこのシラスのところ、ちょっと海見たいと思います。カメラ落としたらもう終わり。怖すぎ。魚いますかって。えぐい魚おる、えぐい魚おる。でかすぎ。ちょっと待って、えぐい魚おる。ちょっと待って、えぐい魚おる。エグすぎる。でかい。見える、みんな。ハマチ、ハマチぐらいの魚で。うわうわうわ、ハマチやん、完全。ちょっとエグい、見た今のハマチみたい。こんなんおってんけど、エグい魚。それでゲンちゃん待たしてるから、ちょっといら、いら、怒ってないから。なんかやってんねんな今日。あ、なんかそういうやつやってんねんな。なさっきさ、こんなでっかいなハマチみたいなおったで。なんでそんな微妙。行ってみる。じゃあ今からちょっとこのなんかちょっと賑わってるところを歩きたいと思います。賑わってるところをね。フリーマーケットみたいな感じかな。うん、日曜やし。マジでっかいの。ほらほらほら、でかすぎるよこれは。初めて見てんけど、こんなでっかいの。えぐ、でかすぎる、でかすぎるよ。でかい。うわ、ガーも来た。ここに、あ、そっか、ここで食べよう。丼はまあ高い。ん、生しらす丼あるやん。うん、カメラいらんねんな。
そうしようか。ちょっともつ食べてもいいですか。もつ。そうそう。ふわふわ。初めてやなしらすだ。どう。美味しい。グーめっちゃ美味しい。ちょっとさ、ちっちゃめなんやな、もちろん。一匹親瓶があった。でっかいの。でかい。白川紅にはこれかけなあかん。みんな知ってた、これ。こんな感じ。なんか、魚の入り子みたいな。大根いただきます。はい、ということでいかがだったでしょうか。静岡の旅楽しかったです。今日も見てくれて皆さんありがとうございました。また、次の動画でも楽しんでもらえるように頑張りたいと思います。じゃあチャンネル登録と、いいねボタンとあとコメントもください。お願いします。じゃあバイバーイ。山口あゆきでした。じゃーん、岡崎のサービスエリアによってパンいっぱい買いました。世界一のカレーパンも食べたいと思います。じゃーん、じゃカレーパン食べます。いただきます。食べるで。気持ちいい。めっちゃ美味しいな。肉ゴロゴロ入ってる。ここのカレーパンが一番美味しいです。世界一って書いてる理由がわかるくらい美味しい。最高です。美味しそう。美味しそう。タルトどう。美味しい。美味しい。